すっきりするなぐらいの、まあ、そういう感覚だったんですけれども、続けていくうちに、なんかすごく自分自身穏やかだなっていうことにすごく気づいて、それなぜ気づいたかというと、車の運転してる時なんですけどね、よくまあ、自分の街は結構車の運転が荒い人が多くて、でその度にちょっとこうそのタイミングで入ってくるのみたいな感じでイライラしたんですけど、まあ、それを全く感じなくなって、でしかもなんか逆になんかこう別にぶつけてきてもいいぞぐらいの、もう 10-0 で払ってるぞぐらいの優しい気持ちもせなりましてちょっと言い過ぎましたけどね、はい、今そういう風にすごく変わっていったのをすごく自覚しましたね。でプレーでは一番変わったのは、そうかも、積極的なプレーがすごく増えたことですね。まあ、自分の中でどこかミスを恐れてる自分がいて、まあ、それを、ね、ずっと探ってみたら、ミスを恐れてるんじゃなくて、ミスして周りからの評価が下がることを自分は恐れてるっていうことに気づいて、まあ、ちょっと周りとか周りの評価を気にする自分がいて、まあ、その人間関係ってすごく自分すごい大切するんですけれども、まあ、それがストレスになったりして、でそれを、ね、瞑想をするに続けていくと、まあ、その人間か、その人に対してあんまりこう興味がないというか、全然そういうストレスなくなってきて、そしたらなんかこう別にミスしてもいいやっていう気持ちが芽生えてきて、そうすることによってすごく今まで安全なプレーに徹したことをちょっとこうチャレンジするような機会がすごく増えたということを増えましたね。まあ、それに付随してミスを引きずらないということも、まあ、練習中とか試合中で、あとですね、